ダストチャンネルのダストです。突然ですが、動画を見ているそこの君、 YouTube の生放送って見たことありますか？僕はね、実は一回だけ生放送したことあるんですよ。見たことあるかな？で、また生放送やりたいなーって漠然と思ってきたんですけど、それじゃあ生放送で何話そうかって考えたんですよね。で、そういえばダストチャンネルで質問コーナーやったことないなーと思って、じゃあ生放送で質問コーナーの回答やろうと思ったんですよ。ということで、ダストチャンネル、ダストへの質問を大募集します。イエーイ。質問は何でもいいです。好きな仮面ライダー何ですかとか、好きなスーパー戦隊何ですかとか、おすすめおもちゃありますかとか、なんで YouTube 始めたんですかとか、もうね、何でもいい。あとね、ぜひ YouTube への投稿をしている人からの質問も募集します。なんでかっていうと、僕の直接会える友達で YouTube をやっている人っていないんですよ。まあそりゃそうですよね。なかなか YouTube やってる人ってそこら辺に転がってるわけじゃないので、結構少ないかなと思うんですよ。もちろんね、動画のコメントとかでやり取りさせてもらってる投稿者の方はいるんですけど、僕ね、 YouTube 話っていうのをしたいんですよね。なので、例えば、使ってるカメラ何ですかとか、照明どう使ってるんですかとか、どういう風に動画作ってるかとか、まあそれはちょっとあれか、漠然としすぎですけど、まあね、そういう話をね、ぜひしてみたい。ということで、この動画見てる YouTube への投稿してる人もどしどし質問ください。本当にね、どんなものでもいいです。あんまりでもね、例あげれなかったね。どういうのあるかな。あ、そうそう、例えば今さ、ここにあのロゴ入ってるんですよね。これ何ですかとか。これまでごめんなさい。これ今言いますよ。あの、先日僕、あの、パソコンをね、購入したんですよ。今までは、あの、本当にごく一般的な家庭にある、インターネットできるようなパソコンでずっとやってたんですよ。編集とかね。で、全然あの、僕の編集では、それでこと足りてたんですよね。僕がその使ってる編集ソフトも、Windows の、なんだっけな、ムービーメーカーだったかな。名前違ったらごめんなさい。そのね、無料で手に入れられるソフトを使ってるんですよ。僕ね、あんまり、なんつうんですかね、撮影環境にお金かけないようにずっとしてたんですよね。なんでかっていうと、YouTube いつまで続けるかもわかんないですし、もしすぐやめたらもうその投資額が全く無駄になってしまうので、それだったらね、好きなおもちゃ買って遊びたいなと思ってたんで、全然そういうのに金かけなかったんですよ。だって僕の最初の方、初期の動画なんてずっとスマホで撮ってて、編集アプリも無料のやつです。だからね、どこかな、この辺にキネマスターってロゴずっと入ってるんですよ。こんな感じで、もう全然ね、そんな気にならなかったです。お金とにかく払えばこれ消せるよっていうものなんですけど、まあ僕全然気にならないなと思って。だからね、今これ入ってるのも実はそんな気にならないんですけど、何の話してんだってね。ここのね、これ何ですかって話ですよね。で、パソコン買ったんですよ。それもね、結構ね、いいの買ったんですよ。いいのかどうかわかんないんですけど、結構ね、僕なりにはね、すごく奮発しました。なんでパソコン買ったかっていうと、今使ってるパソコンが、もし壊れてしまった時に、またその時点でパソコン選んで買って、設定して、それに慣れてってやると、もう動画どころじゃなくなっちゃうんですよね。それがすごく心配だったんですよ、ずっと。だから、自分がメインで使うやつを買っておいて、もしそれが壊れても、その今まで使ってたパソコンでもできるので、そういうちょっと保険？そういうのが欲しかったんですよね。で、せっかく買うなら、もうちょっと、なんだ？動画編集向けのパソコン買おうと思って、マウスコンピューターっていうところで、そういうクリエイター向けのね、ラインがあるんですけど、そういうパソコンをね、買いました。金額知りたいって？金額はね、言いますよ。金額は20万円でした。込み込みでね、テレビとかも買わなきゃいけないし、キーボードとかマウスとかも買ったんですけど、ね、結構したんですよ。もうね、今までの僕からは考えられないぐらいの金額ですね。まあ、ちょっと前にね、カメラ16万で買ったよっていう動画上げてるんですけど、もうね、そんなも全然考えれなかったんです。なんでここまで僕が踏み込んだかっていうと、
おかげさまでチャンネル登録者数がもう少しで5万人いくんですよ。もうね、僕始めた当初なんてそんな全く想像してなくて、で、まあさすがにね、5万人もいれば、まあちょっといいのを使おうよと、自分をこう説得して、それで投資するようになったんですよね。するようになったというか、投資するようにしたんです。でもね、まあもう買わないですけどね、多分一式。あ、まだね、編集ソフトを買ってないか。編集ソフトも、今までその無料のムービーメーカーってやつ使ってたんですけど、そろそろね、有料のやつちょっと使ってみようかなって。ムービーメーカーでも、ある程度基本的な編集はできるんですけど、画像を重ねたりができないんですよね。例えば今こう話してるじゃないですか。で、おもちゃの話してたとして、ここにそのおもちゃの画像をポンってワイプみたいに入れたいとか、そういうことはできなかったんですよ。でね、不思議なもんでね、ここまで YouTube やってると、ね、ちょっと欲が出ちゃうんですよね。そういうのやりたいなとか、こう、集中線バーンって出したいとか、もうね、なんかね、そういうのが出ちゃったわけですよね。となると、まあ、ムービーメーカーでは無理だったので、まあ、新しいソフトなんか、せっかくだからね、自分への投資として、有料ソフト何か使おうかなと思っていろいろ調べて、今試してるのが、パワーディレクターってやつです。アドビの、なんだっけ、プレミアエレメンツとか、もあったんですけど、なんかね、いろいろ見てたら、パワーディレクターの方が僕の中でピンときたんですよね。こう、操作とか見てると。だから今、使ってるんですけど、それなんですよ、これ。今、試供品、お試しで使ってるんですよ。だから、まだお金払ってないんですよね。無料で、30日間使いますよっていうので、ただ、無料だけど、ここにロゴ入っちゃうよっていうようなことなんですよ。もう最初から買えばいいじゃんっていう話なんですけど、もうね、僕は結構、経済的にもね、余裕がある方じゃないので、それ買ってもし使えなかったとか、すごく僕悲しいんですよ。もう立ち直れないぐらいになっちゃうので、とりあえずその無料で一回使ってみて、ちゃんと本当に僕が使えるのか、あとは僕の買ったパソコンでちゃんと動くのかとか、そういうことを試しながら今やってるので、しばらくね、ここにちょっとロゴが入ります。そこはね、勘弁してください。やっとこの話になったね。長いよってね。まあそんな感じでね、いろんな質問をお待ちしてます。では、どしどし質問を送ってください。待ってます。バイバーイ。